レッスン1コーヒーを楽しむアンナコーヒーはまさに天国のようなものだと言わざるを得ないこれ以上は同意できませんでした一日の始まりにうってつけの方法です間違いなく香りと味はとても満足ですエネルギーを高める楽しい飲み物です 私は様々なコーヒーフレーバーや入れ方を試すのが大好きです。コーヒーの世界を探検し、鑑賞する素晴らしい方法です。絶対に、一杯のコーヒーはとても楽しい。レッスンにライブラリーを検索する。すみません、アナ。図書館を探すのを手伝ってくれませんか。 もちろん、ジョン。図書館はほんの数ブロック先にありますそれは素晴らしいです。本を何冊か返して新しい本を借りないといけないあなたは運がいいです。その図書館にはたくさんの本があるそれを聞いて嬉しいよ。すぐにそちらに向かいます 図書館での時間を楽しんでくれ、ジョン。ありがとう、アナ。ご協力に感謝します。レッスン3食料品の買い物アンナ、食料品の買い物に行かないと何かおすすめはありますか承知しました、ジョン。 買い物リストから始めることをおすすめします。いいアイディアだ整理整頓と集中力を保つのに役立ちます。また、前もってその週の食事を計画することを検討してください。それ割にかなっています。時間の節約になり、必要なものが確実に手に入ります。 お得な情報や割引を確認することを忘れないでください。いししそれを心に留めておくよ。役に立つヒントをありがとう、ださい。レッスン4裏庭での楽しみアンナ、子供たちが遊べるフェンスで囲まれた裏庭はありますかはい、私たちはそうします。裏庭は安全のためフェンスで囲まれています。パーフェクトだね。 走り回れるスペースがあるのはいいですね。絶対に。彼らは何の心配もなく野外活動を楽しむことができます。それがあって良かったです。それは彼らの身体活動にとって重要です。間違いなく。それは彼らの発達と全体的な幸福にとって良いことです。完全に同意します。 彼らは裏庭でとても楽しい時を過ごすだろうそれは私たちの家の素晴らしい特徴です彼らはそこで時間を過ごすのが好きになるでしょうあな子供たちにとって安全な場所があるのはありがたいですどういたしましてジョン喜んでお手伝いしますレッスン後宿泊施設の計画 アンナ、次の旅行のことを考えているんだすべての宿泊施設を事前に予約すべきですかはい事前に宿泊施設を予約しておくことをお勧めしますそれわりにかなっていますこれによりどこに行っても滞在できる場所を確保できますまさに寝る場所を探すストレスがなくなります きっと大きな違いが出ると思います。アドバイスありがとうございます。どういたしまして、ジョン旅行の計画がうまくいくといいね。レッスン6呼吸に焦点を当てるアンナ、集中力を高めようとしてるんだ何かコツは 役立つヒントの一つは、呼吸に集中し、呼吸がさまよったときにそっと注意を取り戻すことです。それは面白そうですね。どういう仕組みなの呼吸の感覚に注意を払うだけです。心がフラフラし始めたら、そっと息に戻してください。なるほど。シンプルだけど効果的なテクニックのように思えます。 マインドフルネスを育み、集中力を高める強力な方法です。やってみるよ。このヒントを共有してくれてありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン、あなたの練習に役立つことを願っています。レッスン7周囲の環境への感謝アンナ、私たちの周囲は庭にいいと思うよ。 それは素晴らしいアイディアだ。私たちは自分の裏庭で採れた新鮮な農産物を楽しむことができます。自分たちで果物や野菜を育てるのは素晴らしいことです。同感です。私たちは育てることができる可能性のある植物のリストを作ります。それは完璧に聞こえます。私たちの庭を美しく生産的な空間にしましょう。 このガーデニングプロジェクトを一緒に始めることができてワクワクしています。私も、周囲の美しさと恩恵に感謝しています。レッスン8資金の配分アンナ、家の改修のための予算を増やすべきだと思います。私はあなたの主張を認めます。 もっと資金を配分できるか見てみよう。生活空間の維持と向上に投資することが重要です。財務状況を見直して、どこで調整できるか見ていきます。ありがとう、アナ。長い目で見ればそれだけの価値があると思います。自分たちに合ったバランスを見つけられるように頑張ります。 レッスン9、よく計画された旅行。アンナ、私は次の旅行を計画しているの。素晴らしいことになるよ。すべてが計画されているので、私たちの旅行は素晴らしいものになるでしょう。予定があって、何を期待できるかが分かっているのは素晴らしいことです。絶対に。ストレスを軽減し、時間を最大限に活用できるようにします。 アンナ、すべてを整理するのを手伝ってくれてありがとう。喜んでお手伝いします。思い出に残る旅にしましょう。レッスン10天候の予期せぬつながりアンナ、天気が予期せぬつながりを生み出すことに気づきましたか本当に魅力的です。 これらの突然の天候の変化は、人々を結びつけることができます。絶対に、会話や経験の共有のきっかけとなるトピックです。天気は私たちの日常生活に影響を与え、独特の絆を築くことができます。面白いことに、天気のような単純なものが私たちをつなげてくれます。確かに。 それは私たちが共有する人間としての経験を思い出させるものですレッスン11効率的な時間管理アンナ毎日の活動を最適化する方法を考えていましたそれは良い考えのように思えます時間を無駄にすることなく両方のアクティビティに簡単にアクセスできます絶対にタスクを計画して整理することで 私たちは一日を最大限に活用することができます同感です効率的な時間管理は私たちはより多くのことを成し遂げるのに役立ちストレスを軽減しますタスクに優先順位をつけ時間を賢く割り当てましょうそうすれば生産的で充実した一日を過ごすことができますレッスン12島の探検 アンナ、私は島を訪れることを夢見ていました。それは素晴らしく聞こえる。そうです。島を探検するのはエキサイティングな冒険になるだろう。島に行ったことはありますか体験はいかがでしたか私はいくつかの島を訪れましたが、本当に忘れられないものでした。 自然の美しさと静けさに浸るのが待ちきれません。日常の喧騒から逃れる素晴らしい場所です。レッスン13コーヒーの好みアンナ、コーヒーはどう私はどちらかというとエスプレッソが好きですが、どちらにもメリットがあります。 入れたてであれエスプレッソであれ、私はおいしいコーヒーを楽しんでいます。異なる醸造方法が、いかに独特の風味を引き出すことができるかが興味深い。同感です。コーヒーはいろんな楽しみ方ができる楽しい飲み物だ。レッスン 14: リサイクルショップ訪問。アンナ、フルギアに行きます。一緒に来てくれる それは素晴らしいアイデアのようですね。そこで会おう。隠された宝石を見つけると同時に、お金を節約することができます。古着ショッピングが大好きです。持続可能で予算に優しい買い物方法です。とりあえずさようなら、リサイクルショップで会いましょう。レッスン15マインドフル支出 アンナ経費を見直したんだけど私たちは支出に気を配る必要がありますそれは素晴らしいです私は常に優先順位を決め意識的に選択するようにしていますニーズと希望を区別することは重要です財務をより適切に管理したいということです絶対に。 経費を追跡し、予算をうまく組むことで、財務目標を達成することができます。情報に基づいた意思決定を行い、私たちにとって本当に重要なことに優先順位をつけましょう。レッスン16ファーマーズマーケットでアンナ、ファーマーズマーケットに行くのは好きですかはい、そうです。 新鮮な農産物を買うには絶好の場所です。同館です。そこにあるいろいろな果物や野菜が大好きです。そして、地元の農家や企業を支援するのは素晴らしいことです。間違いなく、さらに多くの場合、価格はリーズナブルです。活気に満ちた雰囲気とコミュニティ意識も楽しんでいます。 地元の食文化とつながる素晴らしい方法です。レッスン17聖地の立ち上がり時間アンナ、聖地が膨らむのにどれくらい必要ですかレシピにもよりますが、通常は約1から2時間かかります。それは知っておくと良いことです。それに応じて計画を立てるよ。 はい。サイズを2倍にするのに十分な時間をかける必要があります。パンを焼くには忍耐が鍵です。実際、よく膨らんだ生地は最終製品に大きな違いをもたらします。必ず指示に注意深く従うよ。レッスン18宿泊先を探すアンナ 滞在するのに最適な場所を見つけてワクワクしています問題ありませんそれについていくつかアドバイスできるよそれは役に立つでしょう完璧であることを確認したいのですまず予算と希望する場所を検討することから始めます良い点ですアメニティの良い,いところも探したいです オンラインで調べて、以前のゲストからのレビューを読んでください。アドバイスありがとうございます。あなたにぴったりの場所が見つかるといいですね。レッスン19、ペットに優しい家。アンナ、あの家には全部ある。あ,あ本当に何が気になったの ペットに優しい家だと言われているのに気づきました。ケムクジャラの友達がいる人に最適です。はい、ペットを歓迎する場所があると便利です。絶対に。そのような宿泊施設を見つけるのは難しいかもしれません。私は大抵犬用の物資を買うために大きなペットショップに行きます。 レッスン20リラックスとセラピー活動アンナ、この新しいリラックス効果とセラピー活動について聞きました。それは素晴らしいですね。どんなことが関係しているのマッサージ、アロマセラピー、瞑想などのサービスを提供しています。 リラックスして自分の面倒を見るのに最適な方法のようですはいセルフケアとリラクゼーションを優先することが重要ですこれ以上は同意できませんでした私たちはみんな人生に安らぎの瞬間を必要としていますレスン21オンライン決済。アンナ。 いつもオンラインで支払うものをすべて確認してきましたがいくつか変更を加えることを検討していますジョンそれはいい考えだオンライン決済を定期的に確認することが重要です同意しますアナ不要になったサービスやサブスクリプションにお金を払わないようにするのに役立ちます絶対にジョン また不正請求や詐欺の可能性があるかどうかを確認する良い機会でもあります「安心だよアンナ自分の財務情報が安全であることを確認したい」「賢いアプローチだね」「ジョン・ペーパル」や「デジタルウォレット」などの安全な支払い方法の使用を検討したことはありますかはいアンナ。 いくつかの取引でペーパルを使用してきましたが、他のオプションも検討したいと思っています。素晴らしい。ジョン。これにより、オンライン決済のセキュリティが強化されます。絶対に調べるよ、アナ。提案ありがとうございます。レッスン22、個人情報。 アンナ、私たちについて話しましょう。承知しました、ジョン。何を話したいの個人情報を共有しても大丈夫ですよねもちろん、ジョン。私たちはお互いを信頼しているので、個人情報を共有しても大丈夫です。知っておくと良いよ、アンナ。 それは私たちがより深いレベルでつながるのに役立ちます絶対に、ジョンオープンなコミュニケーションは私たちの友情を高めます完全に同意します、アナそれは信頼と理解の感覚を育みますただし、個人的な事柄について話し合うときは敬意を払い 注意することが重要です。間違いない、アナ。私たちは常にお互いの教会とプライバシーを考慮すべきです。正確に、ジョン。教会を尊重することはどんな関係においても不可欠です。その理解ができて嬉しいよ。アンナそれは私たちの会話をより有意義なものにします。 レッスン23「食事計画」アンナ事前に食事の計画を立て食事の準備をすることで食事を順調に進めることができたことが分かりましたそれは嬉しいよジョン食事の計画は健康的なライフスタイルを維持するための強力なツールになりえます本当にそうだよアンナ時間の節約になり栄養価の高い食事をすぐに手に入れることができます 絶対に、ジョン。また食べ物をより適切に選択し衝動的な食事を避けるのにも役立ちますそうだよあんな食事の計画を始めてから食生活が大幅に改善されたことに気づきました素晴らしい戦略だねジョンさまざまなレシピを試してバランスの取れた食事を取ることができます。 まさに、アナ、それに、不必要なテイクアウトや食品廃棄物を避けることで節約にもなります。食事の計画は双方にとって、好都合な状況だ、ジョン健康的なライフスタイルを促進し、予算管理に役立ちます。アナ、その利点を発見できて嬉しいです。それは私の日常生活に良い影響を与えました。 レッスン24バッグの保管アンナ今日はそれで十分でしょうところでバッグはどこに置いておけばいいですかジョンバッグは指定された保管場所に預けていいよアンナそのための特定の場所はありますかはいジョン 入り口の近くに棚があって、バッグを安全に収納できます。便利だよ、あんな荷物を安全に保管できる場所があるのはありがたいです。スペースを整理して、すっきりさせておくことが重要です。ジョン。完全に同意します、アナ。それはより親しみやすく快適な環境を作り出します。 重品がある場合は手元に置いておくかロッカーに保管するのが一番ですアドバイスありがとうアンナ貴重品はしっかり保管しておきますレッスン25旅行先アンナニューヨークに行ったことあるいややってないよジョンでも。 ずっと行きたかったんだ。それは私の旅行バケットリストに載っています。素晴らしい街だよ、アンナ。見ることやすることがたくさんあります。素晴らしい話を聞いたよ、ジョンカッキに満ちた雰囲気と象徴的なランドマークは魅力的です。セントラルパーク、タイムズスクエア、自由の女神像は必見のアトラクションです。 タイムズスクエアの活力を体験して多様な地域を探索したいですアンナきっと楽しめるよこの街では文化、芸術、料理がユニークに融合していますいつか訪れたいと思っていますジョン忘れられない経験のようですねレッスン26「遅延とコミットメント」 アンナ、返事が遅れてすみません。これからは必ず迅速に行動するようにします。心配しないで、ジョン。何か遅れがあったとしても、私は理解する。前もって知らせてください。アンナ、ご理解いただきありがとうございます。感謝するよ。もちろん、ジョン。 コミュニケーションが鍵だし、同じ考えでいてくれて嬉しいよ。絶対に、アンナ。すべてのやりとりにおいて効果的なコミュニケーションを優先することが重要です。これ以上同意できないは、ジョン。これにより、整理された状態を保ち、スムーズなコラボレーションが可能になります。正確に、アンナ。オープンに。 そしてスピーディーにコミュニケーションを取ることを約束して、前に進みましょう。同意しました、ジョン。これにより、生産性が向上し、仕事上の関係が強化されると思います。レッスン27音楽の再生アンナ、すごい。どのくらいプレイしてる今から約5年です。 私は大学時代に学び始めました。それは印象的です。どんな楽器を演奏しますか私はギターを弾きます。私にとっては素晴らしい趣味でした。コンサートやライブに出演したことはありますかはい。バンドと一緒に地元のいくつかの会場で演奏したことがあります。 スリリングな体験です素晴らしいアナ。観客の前で演奏するのは爽快に違いない本当にそうだジョン・エネルギーと観客とのつながりは特別なものですいつかあなたの演奏を聴いてみたいです録音やビデオはありますか はい私のサウンドクラウドページにいくつかの録音がありますリンクをあなたと共有できますそれは素晴らしいことだよアンナあなたの音楽を聴いてあなたの才能をサポートできることにワクワクしていますありがとうジョンあなたの関心と励ましに感謝しますレッスン28コンサートプラン あ明日のバンドの演奏って聞いたかいはい聞きました彼らはすごい行きたい絶対に私は彼らがライブで演奏するのを見たいと思っていました素晴らしいできるだけ早くチケットを手に入れよう見逃したくない チケットの空き状況をオンラインで確認します。すぐに席を確保すべきだ。それは計画のようだ、ジョン。忘れられない音楽の夜になるだろう。楽しみにしてるよ、アンナコンサートはいつもリラックスして楽しむための素晴らしい方法です。これ以上同意できないわ、ジョン。 音楽を通して人々を結びつける体験です。楽しい時間を過ごして素晴らしい思い出を作りましょう。レッスン29フレグランスアンナ、これから始めましょう。花の香りがするが少し強すぎる。同感です。 美しい香りだけど、私はもっとほのかなものが好きだ。これはどうほのかな柑橘系の香りと、軽くて爽やかな香りがします。その方がずっといいです。普段着にはもっと適しています。気に入ってくれて嬉しいです。適切なフレグランスを見つけるのは難しい場合があります。間違いなく。 個人的な好みと自分に最適なものを見つけることがすべてです絶対にアンナフレグランスは様々な感情を呼び起こし自信を高めますその通りだジョンカオリがいかに私たちの気分に強い影響を与えるかは興味深いです確かにアンナ 私たちの個性に響く完璧なフレグランスを見つけるのは芸術です。これからも探求を続けて、五感を魅了する香りをもっと見つけましょう。レッスン30革新的なアイデアアンナ、ブレインストーミングをしてきました。何か斬新なアイデアは思いつきましたかはい。 いくつかアアイデアがあります。私たちはそれらを効果的に実装できると思いますそれは素晴らしいミーティングをスケジュールしてアイデアを話し合い磨きをかけましょう計画のように聞こえます。 私たちは協力して創造的な解決策を考え出すすことができます私たちの革新的なアイデアがどのように前向きな変化をもたらすことができるかを見るのを楽しみにしています私もジョン力を合わせれば革新的な戦略で変化をもたらすことができますイノベーションは今日のペースの早い世界で成長し優位に立つために不可欠です絶対にジョン 新しいアイディアを受け入れることが大切だレッスン31ヘルシーオプションアンナダウンタウンの新しいベジタリアンレストランを試しましたかジョンはい先週そこに行きました食べ物は信じられないほど新鮮で風味豊かでしたそれは嬉しいですね もっとヘルシーな食事の選択肢を探していたんだジョン、地元のファーマーズマーケットを試してみることも検討してください彼らは多種多様な有機農産物を取り揃えていますそれはいい考えだ。確認してみるよ。提案ありがとう、アンナレッスン32近くの銀行 アンナ、すみません。近くに銀行はありますかジョン、はい。角を曲がったところに銀行があります。ここから歩いて5分です。それは便利です。今日は小切手を預けなければなりません。ジョン、よければ銀行の ATM も使えますよ。年中無休で利用できます。 情報ありがとうございますアンナ感謝するよレッスン33ヨーロッパ旅行の計画アンナもうすぐヨーロッパへの休暇を計画したいですジョンワクワクするねどの国に行きたいか決めましたかまだです。 各国の行くべき場所や見どころについてはまだリサーチ中ですジョン、フランス、イタリア、スペインを検討することをお勧めします美しい都市と豊かな文化遺産がありますそれらは素晴らしい提案です絶対に調べてみますありがとう、アンナ レッスン34「自信を深めよう」アンナそのプレゼンテーションがどれほど大変だったか信じられませんがその後自信がつきましたジョン課題に直面することは私たちの成長と新しいスキルの開発に役立ちます自信がついたと聞いて嬉しいですはい大変でしたがなんとか緊張を克服し 効果的にプレゼンテーションを行うことができましたジョン、よくやったそれぞれの挑戦は個人の成長の機会であることを忘れないでくださいレッスン35候補者の方針の調査アンナ、まだ決まってないよ決定を下す前に各候補者の方針を調べています ジョン、それは賢明なアプローチだ。投票する前に十分な情報を得ることが重要です。はい。自分の価値観や優先事項に合った方針を持つ候補者を必ず支持したいです。ジョン、時間をかけて必要な情報をすべて集めてください。情報に基づいた選択をすることが重要です。アンナさん、アドバイスありがとうございます。 感謝するよレッスン36フィットネス機器アンナトレッドミルダンベルエクササイズマットを買おうと思っていますジョンそれは素晴らしいアイデアだ自宅にエクササイズ器具があるとワークアウトの一貫性を保つのに役立ちますはい 運動したいときにいつでもすぐに手元に置いておくと便利ですジョン購入する前に必ず調べてくださいフィットネスの目標にあった空いているスペースにあった器具を探してくださいそれは絶対に考慮に入れるよアドバイスありがとうアンナレッスン37ドリームジョブ アンナやチョシュはどう夢のような仕事を考えていますかジョン、元気だよ。ありがとう。はい、ずっと野生動物の写真家になりたいと思っていました。すごいですね。自然の美しさを捉えることはやりがいのある仕事に違いありません。 ジョン、それは私の情熱であり、仕事に喜びと充実感をもたらすものを追求することが重要だと思います。完全に同意します。夢を叶えてくれるといいんだが、アンナ。レッスン38、厳しい気象条件。アンナ、厳しい気象条件があるか確認してもらえるジョン、わかった。 それは私が手伝うよ。天気予報を確認させてください。分かった、見つけた。今日遅くに雷雨が来るかもしれない。それなりに準備しておきます。 ジョン、あなたの安全と健康を確保するために気象条件について常に情報を得ておくのは良いことです。レッスン39障害の克服アンナこのプロジェクトを時間通りに終わらせなきゃ潜在的な障害に対するあなたの懸念は理解できます。ジョン、タスクをを計画し優先順位をつけることは 順調に進み、どんな障害も克服するのに役立ちます。詳細なスケジュールを立て、各タスクに十分な時間を割り当てて、スムーズなワークフローを確保します。ジョン、それは素晴らしいアプローチです。集中力を保ち、順応していれば、どんな課題も克服できるでしょう。レッスン40、歴史への愛 アンナ、私は歴史、特に古代史が大好きです。好きな歴史時代はありますかジョン、古代エジプトとルネッサンス時代は魅力的だと思います。その時代の業績と文化の進歩は目を見張るものがあります。絶対に、私たちの世界を形作った文明について学ぶのは素晴らしいことです。 ジョン、歴史は私たちに過去への貴重な洞察をもたらし現在を理解するのに役立ちます。アンナ、これ以上同意できない。歴史は本当に魅力的です。レッスン 41: 自家製サルサタコス。アンナ、自家製サルサタコスは最高です。何か食べた ジョン、はい自家製のサルサタコスが大好きです新鮮な食材の組み合わせがおいしくなります絶対にピリッとしたサルサと風味豊かなフィリングが食欲をそそりますそして温かいトルティーヤもお忘れなく全体的な味に完璧なタッチを加えます あなたの言う通りだ。よくできたサルサタコスの香りと味には我慢できない。用途の広い料理でもあります。フィリングやサルサはお好みに合わせてカスタマイズできます。それがその美しさです。誰もが自分だけのサルサタコスの傑作を作ることができます。 レッスン42クラスに参加するアンナ、私はそれを試してみたいと思っています。クラスにはどうやって参加するのジョン、簡単だよ。オンラインでクラスのスケジュールを確認して、ウェブサイトから申し込むことができます。便利そうですね。入会するための条件や前提条件はありますか クラスによって異なります前提条件があるものもあれば初心者向けのものもありますクラスの説明を必ず読んで自分のスキルレベルに合っているかどうかを確認しますそれは良いアプローチです自分の興味や能力に合ったクラスを見つけることが大切です私は何か新しいことを学ぶことにワクワクしています クラスに参加することは私の知識を広げる素晴らしい方法です。教訓43法的な落とし穴の回避アンナ、私たちのプロジェクトに法的な落とし穴がないことを確認する必要があります。手伝ってくれるジョン絶対にプロジェクトの詳細を確認したり、法令遵守に関するガイダンスを提供したりできます。 それは素晴らしいでしょう。私たちは自分たちが法の正しい側にいることを確認したいのです。協力して、潜在的な問題に積極的に対処しましょう。法的事項に優先順位をつけることは不可欠です。同意した。必要な予防措置を講じることで、リスクを最小限に抑え、プロジェクトを円滑に進めることができます。 私たちは一緒に法的状況を把握し、確実に成果を上げていきます。レッスン44ビーチをテーマにしたパーティーアンナ、次のパーティーのテーマについて何かアイデアはありますかジョン、ビーチをテーマにしたパーティーはいかがですかトロピカルな雰囲気を醸し出し、楽しいアクティビティができます。それは素晴らしいですね。 ゲストはビーチウェアを着ることもできますし砂のおろを作るコンテストもできます思い出に残るイベントになりますよデコレーションメニューさらにはビーチゲームの計画を始めましょう絶対にバレーボールネットを設置してリンボコンテストを開催してビーチの雰囲気を盛り上げることができます可能性は無限大です。 裏庭に小さな楽園を作ることができますレッスン45朝食ビュッフェアンナおはようございますはいお客様にはビュッフェ式朝食を提供していますジョンそれは素晴らしいビュッフェ式朝食にはさまざまなオプションがありさまざまな好みに依頼ます 確かに、ゲストはボリュームたっぷりの食事を楽しみ、一日をうまくスタートできます。素晴らしいアメニティです。きっと全体的なゲスト体験が向上すると思います。絶対に、新鮮な果物から温かいペストリーまで誰もが楽しめるものがあります。 そして最良の部分は、彼らが望むだけのものを手に入れることができるということです。1日を始めるには楽しい方法です。植物園の探検。アンナ、ホテルのすぐ外には有名な植物園があります。それは素晴らしい。この機会に美しい植物を訪ねて鑑賞すべきです。 同感です。自然の美しさに浸るのは爽快な経験になるだろう。カメラは必ず持っていきましょう。庭園の素晴らしい写真を何枚か撮ることができます。絶対に、様々なセクションを探索し、様々な植物種について学ぶのが待ちきれません。 レッスン47楽しい店舗探検アンナ、私も。一緒にお店を探検するのはとても楽しいよ。私もワクワクしています。ユニークなアイテムを見つけたり、何か特別なものを見つけることができるかもしれません。様々なセクションを閲覧して、何が私たちの注意を引くのかを確認するのはいつでも楽しいです。 隠された宝石に出くわしたり探していたアイテムに出くわしたりするかもしれません心を開いて店内を探検する冒険を楽しみましょうレッスン48会議の開催アンナどういたしましてカンファレンスの開催を楽しみにしていますそれは嬉しいですね。 あなたのおもてなしとサポートに感謝します。イベントの準備が整い、準備が整っていることを確認します。ありがとうございます。私たちのアジェンダはぎっしり詰まっており、連括に組織された会議が不可欠です。カンファレンス参加者に快適でプロフェッショナルな環境を提供しますので、ご安心ください。 レッスン49手荷物受け取り所を探すアンナ、問題ありません。どこに行こうとしてるんだ。手荷物受け取り所を探さなくちゃ。私は手伝うことができます。ついてきてください。適切な場所に案内します。ありがとうございます。特にレイアウトに慣れていないと空港のナビゲートが分かりにくいことがあります。 ご心配なく。前に来たことがあるし、道はわかっている。一緒にそこへ行きましょう。ご協力に感謝します。自分のやり方を知っている人がいると安心します。レッスン50ジムの選択アンナ、午後6時ごろどう。いいですね。どのジムに行けばいいの 公園の近くにあるものを考えてみましょう。評判が良く、幅広いフィットネス機器があります。それは確かな選択のように思えます。それに、ワークアウトを楽しんだ後、公園を散歩することもできます。アクティブに過ごし、夜を最大限に活用するのに最適な方法です。楽しみです。午後6時、きっかりに体育館の入り口で会いましょう。 レッスン51スーパーに行くアンナスーパーに行く一番いい方法を教えていただけますかジョン一番簡単な方法は最寄りのバス停からバスに乗ることです注意すべき特定のバス路線はありますかはい。 12番のバスまたは25番のバスに乗ることができますどちらもスーパーに直接連れて行ってくれますそれは便利ですバスには通常どれくらいの時間がかかりますか交通状況にもよりますが通常は約20分かかりますよしそれを覚えておくよありがとうアンナ。 レッスン52懸念事項の検討アンナ、あなたの懸念は理解できますが、それはすでに検討しました。ジョン、まだ選択肢を考え直すべきだと思うもっと良い選択肢があるかもしれない。アンナ、ご意見に感謝しますが、状況を徹底的に分析し、入手可能な情報に基づいて最善の決定を下しました。 わかりますが、私たちの決定に影響を与える可能性のある、見過ごされがちな要因がいくつかあるのではないかと思います。あなたの意見は大切ですが、プロセスを信頼して現在の計画を進めましょう。私たちはすべての長所と短所を比較検討しました。よし、ジョン・コレについては君の判断を信じるよ。レッスン53幸福と生産性 アンナ、これらの変更を実装するのは素晴らしい仕事ですそれらはあなたの全体的な健康と生産性にどのような影響を与えましたかジョン私は大きな改善に気づきました一日を通して元気が出て集中力が増した気がしますそれは素晴らしいことですもっと多くのタスクも達成できましたかはい間違いありません。 集中力を高めることで、タスクをより効率的に完了し、締め切りに間に合わせることがより簡単になりました。それは素晴らしいです。こうした変化は、皆さんの健康と生産性の両方にプラスの影響を与えたようです。レッスン54スキルの向上アンナ、そのスキルを磨かないと何かコツある。 オンンラインコースを受講すべきですかそれともチュートリアルを見るべきですかジョンどちらの選択肢も有益だオンラインコースでは体系的な学習をチュートリアルでは実践的なガイダンスを提供します迅速なスキル開発にはどちらが効果的だと思いますか 学習スタイルや向上させたい特定のスキルによって異なります。実践的なスキルの場合はチュートリアルの方が実用的ですが、コースでは包括的な知識が得られます。なるほど。両方の選択肢を検討して、自分の学習の好みに合った方を選びます。アンナ、ありがとう。レッスン55海外旅行の計画 アンナ、海外旅行の計画を始めたジョンはい宿泊施設の予約や人気の観光スポットの調査を検討してきましたそれは素晴らしいですお得なフライトは見つかりましたかまだ価格を比較中ですが手ごろな価格のオプションがいくつか見つかりました素晴らしい。 旅行の手配が済んだら知らせてください。レッスン56ベビー用品の買い物アンナ、ベビー用品を探し始めるべきだ。ベビー用品を売っている店はたくさんある。ジョン、そうだね。必要な必需品のリストはすでに作った。 それは積極的です。具体的に考えているお店はありますかはいベビー用品を幅広く取り揃えている評判の良い店をいくつか調査しましたパーフェクトそれらの店に行って赤ちゃんに必要なものをすべて集めましょうレッスン57一緒に旅行を決めるアンナ 一緒に旅行するのは計画のようですね。行き先を決めよう。ジョン、同感だ。ずっと行きたかった場所を検討すべきだ。間違いなく、候補となる目的地のリストを作り、好みを比較してみましょう。良いアプローチのようですね。 それぞれの場所が提供するアトラクションやアクティビティを調べることができます。パーフェクト。選択肢が決まったら、長所と短所について話し合い、最終決定を下すことができます。レッスン58果物と野菜の購入おはようございます。果物や野菜を買うのは好きですかジョン はい、私は新鮮な農産物を買うのが好きです。健康的な食生活には重要なんだ。それは素晴らしいです。完熟した果物とシャキシャキした野菜を選ぶと満足感があります。また、地元の農家や企業を支援する良い機会でもあります。絶対に、食料品の買い物リストには必ず様々な果物や野菜を入れておきましょう。 レッスン59、通勤時の交通渋滞への対処。アンナ、通勤はどうスムーズですかジョン、私はバスに乗るから、特にピーク時にはいつも交通量が多い。想像できます。渋滞を避けるための代替案は考えたことがありますか はい、別のルートを試したり、移動時間を調整したりすることを考えています。それはいい考えだ。アイノリを利用したり、公共交通機関のアプリを使ってリアルタイムで最新情報を入手したりすることもできるかもしれません。レッスン60ワークライフバランスのためにリモートワークを取り入れる。アンナ、まさに。 最初は大変ですが、ワークライフバランスのゲームチェンジャーになる可能性があります。ジョン同感だ。リモートワークは柔軟性を高め、通勤時のストレスを軽減します。それは本当です。個人的なコミットメントに基づいて、仕事のスケジュールを設計し、自分のための時間を増やすことができます。 またリモートワークにより物理的なオフィスを持つ必要がなくなり通勤にかかる時間と費用を節約できます絶対に境界線を定め自宅で生産的なワークスペースを作ることが重要です。レッスン61ワークアウトルーチンの開始アンナワークアウトを始めたい人に何かアドバイスはありますか 承知しました。ジョン。まず、現実的な目標を設定し、管理しやすいエクササイズルーチンから始めましょう。それ割にかなっています。最初はあまり無理をしたくない。まさに、フィットネスが向上するにつれて、ワークアウトの強度と時間を徐々に増やしてください。 それを心に留めておくよ。栄養はどうそれについて何かアドバイスはありますか栄養価の高い食べ物で体に栄養を与えトレーニングの前後に水分を補給することが重要ですフィットネスのたびには必ずバランスの取れた食事を取り入れますヒントをありがとうアンナレッスン62バス時刻表 アンナ、参考にできるバスの時刻表はありますかはい、ジョン。地元の交通機関のウェブサイトにアクセスするか、バス停で時刻表を確認してください。それは役に立ちます。1日の予定を効率的に立てるには、事前にタイミングを知っておくと良いでしょう。絶対に。時間を節約でき、バスに乗り遅れることもありません。 出かける前に必ずスケジュールを確認しておきます。情報をありがとう、アンナ。レッスン63カフェ名アンナ、パーフェクトですね。カフェの名前を教えていただけますかそれはカフェディライトと呼ばれています。 美味しいコーヒーとペストリーが楽しめる、居心地の良い魅力的な場所です。カフェディライト、わかった。そこでコーヒーを楽しむのを楽しみにしています。きっと気に入るはずです。雰囲気は素晴らしく、スタッフはフレンドリーです。アンナ、推薦ありがとうございます。カフェ、デライトに行くのが待ちきれません。 レッスン64ショッピングトリップのワクワク感アンナ、買い物旅行にワクワクしてるよ。楽しいよ。私も同じように感じます。ジョン。新しい店を探したり、お得な情報を見つけたりするのはいつも楽しいです。絶対に。新しい服やアクセサリーを見つけたいと思っています。 私たちの目を引くユニークなアイテムが見つかる可能性は十分にあります一緒に買い物して楽しい時間を過ごす日を楽しみにしていますレッスン65パスタソースの買い物こんにちはアンナもうすぐ買い物が終わりましたかはいパスタソースを見つける必要があります これは私のリストの最後の項目です素晴らしい薬味売り場に行きましょうそこにはいろいろなパスタソースがあるはずですそれは計画のように聞こえます濃厚で風味豊かなソースが食べたい気分ださまざまなオプションを検討してパスタ料理にぴったりのソースを見つけます。 レッスン66心を落ち着かせるタッチアンナ、あなたの読書コーナーは心を落ち着かせているようですね。はい、ジョン。リラックスして良い本を読むことができる居心地の良いコーナーです。リラクゼーション専用のスペースを用意することが重要です。穏やかな雰囲気を作り出すのに役立ちます。 絶対に。リラックスしてその日のストレスを解消できる正域です。あなたがそこで時間を過ごすのが好きな理由がわかります。それは平和を見つける素晴らしい方法だ。レッスン67先に進んでお得な情報を手に入れよう。アンナ、お得に買い物をするためには事前に買い物旅行を計画しておくべきだ。 いい考えだね。ジョン・ド・タンバでの手間を省きお金を節約するのに役立ちます必要なものを事前に知っておくことで割引やプロモーションを利用できますまた計画を立てることで購入前に価格を比較し最もお得な情報を見つけることもできますこれは予算をさらに伸ばすのに役立つ賢い買い物方法です レッスン68、ハイキング、すべて揃った。アンナ、明日のハイキングはワクワクしそうです。それ相応の服装をしなくちゃ。絶対に、ジョン。快適な服装とちゃんとしたハイキングシューズを履くべきだ。日差しから身を守るために、日焼け止めと帽子を持参することを忘れないでください。 またハイキング中に水分を補給できるように軽食とたっぷりの水も用意します素晴らしい適切なギアと物資があれば楽しい冒険の準備が整いますレッッススン69、今日のーーーパーマーケットアンナ今日はスーパーに行きましたかいいえ昨日行きました。 なぜ聞くのあなたがそこにいる間に私のためにいくつかのものを拾ってくれないかと思っていました。ごめんなさい、ジョン。今日は戻れないけど、次回は買い物リストを手伝うよ。全く問題ありません。なんとかするよ。助けてくれてありがとう、アンナ。 レッスン70リラックスする素晴らしい方法アンナ、それはリラックスする素晴らしい方法です。他にどんなことを楽しんでいますか自然の中で長い散歩をするのも好きです。心をすっきりさせ、環境とつながるのに役立ちます。すがすがしいですね。自然には魂を若返らせる方法がある。 本当にそうです。私はアウトドアの美しさとそれがもたらす静けさに慰めを見出します。私たちに喜びと平和をもたらす活動を見つけることは重要です。それは私たちの全体的な幸福感を高めます。レッスン71キャッチアップアンナ、今週はどうだったこんにちは。 大丈夫でした。週末を楽しみにしています。あなたはどう私のはかなり忙しかったが、生産的だった。金曜日でよかった。それは嬉しいですね。週末の予定は大したことはありませんが、リラックスして家族と過ごすだけです。あなたはどう ハイキングに行って、読書をしようと思っています。リラックスするのに最適な方法のようですね。週末を楽しんでね、アンナ。レッスン72、モチベーションと進歩。アンナ、今まで自分が成し遂げた進歩を思い出します。それは続けていくには素晴らしい方法だ。絶対に。 ジョン。自分の業績を振り返ることはとてもやる気が出る集中力を保ち目標を達成する決意を保つのに役立ちますこれ以上は同意できませんでした小さな一歩が長い目で見れば大きな成果につながるまさに一貫性を保ちどんなに小さな勝利でも祝うことがすべてです。 その考え方は個人の成長と成功の鍵ですレッスン73初心者向けのガーデニングのコツアンナガーデニングを始めたい初心者向けのコツはありますか確かにジョンまず成長しやすい植物やハーブをいくつか用意して小さく始めましょうそれは実行可能に聞こえます。 他に何が植物に十分な日光と水を提供するようにしてください。それを心に留めておくよ。他にアドバイスはありますかはい。定期的に土壌に肥料を与え、害虫から植物を守ることを忘れないでください。ヒントをありがとう、アンナ。始めるのが楽しみです。 どういたしましてジョンハッピーガーデニングレッスン74バリ島を目的地として考えるアンナバリはどう美しいビーチと活気に満ちた文化で知られていますバリは興味をそそるねジョン素晴らしい話を聞いたよはい。 たくさんのアトラクションやアクティビティがある人気の観光地です私は特に郷土料理を探求し伝統芸術を体験することに興味がありますそれはバリの文化に浸る素晴らしい方法でしょう次の休暇にはぜひバリを検討しましょうレッスン75 深夜のおやつアンナこのおやつは何時まで出すのキッチンは深夜まで営業しているのでそれまで軽食を楽しむことができますそれは便利です時々深夜に欲しくなるんだ多くの人はそうするジョン私たちのキッチンはその空腹を満たすためにあります。 それはありがたいです。遅くなっても一口食べられるとわかってよかった。絶対に。当社にお任せください。おやつを楽しんでくれ、ジョン。レッスン76、ピースフルジャム。アンナ、ジャムミュージックを聞いたことはありますか間違いなく穏やかで美しいメロディーが流れています。 ジョン、ジャムミュージックは聴いたことがないんだ。おすすめのアーティストや曲を教えてもらえますか承知しました、アナ。人気のジャムバンドには、グレートフル、デッド、フィッシュ、デーブ、マシューズ、バンドなどがあります。彼らは素晴らしい曲を演奏しています。ありがとう、ジョン。調べてみるよ。 リラックスできる新しい音楽をいつも探してるんだ。どういたしまして、アンナ。きっと彼らの音楽が心を落ち着かせるでしょう。気に入ったか教えて。レッスン77雨の多いハイキングアンナ、今日はハイキングに行く予定だったんだ。でも天気予報では雨が降るかもしれない。万が一に備えて傘を持ってくるべきかもしれない。 ジョン、それはいい考えだ覚悟しておいたほうがいいよ出かける前に傘を持っていくよ素晴らしいアンナ雨からある程度身を守ることは常に良いことです天気が持ちこたえることを願いましょう絶対にジョン雨のせいで予定をキャンセルするのはもったいないそれを最大限に活かそう。 レッスン78素晴らしいプレゼンテーションアンナ今日はどうだった何か面白いことがあったのジョン私の一日は素晴らしかったそれに加えて職場でのデータプレゼンテーションは素晴らしかったですチームは素晴らしい仕事をしてくれました聞けて嬉しいよアンナプレゼンテーションがうまくいけばいつも満足感があります 成功してよかったありがとう、ジョンそれはチームの努力でありみんな大変な努力をしました私たちが成し遂げたことを誇りに思いますレッスン79忙しい時のモチベーションアンナ、ずっと気になってるんだけど忙しいスケジュールの中でどうやってモチベーションを保てる ジョン、モチベーションを維持するための解決策を見つけることは不可欠です。明確な目標を立て、タスクに優先順位をつけ、少し休憩をとって充電しています。それは賢いアプローチだよ、あんなタスクを管理しやすい単位に分割し、その過程で自分に報酬を与えることは、モチベーションを維持するのに役立ちます。絶対に、ジョン。 小さな勝利を祝うことで、モチベーションが高まり、全体像に集中できます。大切なのは、自分に合ったものを見つけることです。レッスン80、ヨガスペースを作る。アンナ、自宅でヨガエリアをどうやってセットアップするのジョン、自然光と快適なマットのある静かなコーナーが好きです。 それは平和に聞こえます。小道具やアクセサリーは使っていますかはい。練習をサポートするためのボルスター、ブロック、ストラップがあります。これらはバランスの取れたセッションに最適な追加機能です。雰囲気はどうですか私は柔らかい気楽を演奏したり、香りのするキャンドルを灯したりするのが好きです。ああ。 心地よい雰囲気があなたのヨガ体験をさらに充実させるに違いありません。レッスン81アシストとデポジットアンナ、他に何か必要なものはある実は、いくらかお金を預ける必要もあります。問題ありません。私たちの銀行には便利な預金サービスがあります。 それは素晴らしいです。その過程を案内してもらえますか確かに。まず、預金伝票に口座情報を記入する必要があります。わかった。必ずそうするよ。次は何伝票が完成したら、現金または小切手と一緒に封筒に入れます。 了解しました。封筒はどこで見つけられますか封筒はカスタマーサービスデスクまたは貸金庫の近くで購入できます。パーフェクト。封筒はどこに預けたらいいの入り口近くにある貸金庫に投函できます。ジョンさん、ご協力ありがとうございました。 感謝するよレッスン82アイデアの共有と意識の向上アンナアイデアを共有し意識を高めサポートを見つけることには大きな価値があると思います絶対にジョンオープンな議論を育むことは重要です同感です私たちの経験と知識を共有することで 他の人が課題を乗り越えるのを助けることができます。それは本当です。それは共同体意識を生み出し、個人の成長を促します。まさに、重要な問題に対する意識を高めることで、私たちはポジティブな変化に貢献します。 そして、志を同じくする個人からのサポートを見つけることは、力を与えることができます。私たちの旅は私たちだけではないことを知って安心しています。力を合わせれば、違いを生み出し、その過程で他の人を鼓舞することができます。レッスン83澄んだ水と楽しみアンナ、それはとても楽しかったに違いありません。水は澄んでた。 信じられなかった。ジョン。水は透き通っていた。それは素晴らしいですね。海洋生物を見ることができましたか。はい、色とりどりの魚や海亀も数匹見ました。うわ、それは本当に素晴らしい経験です。 まるで活気に満ちた水中の楽園で泳いでいるようでした。こんなに素晴らしい時間を過ごせてよかったです。自然の不思議は本当に魅力的です。レッスン84効率的な梱包のコツアンナ、旅行に向けて効率的に荷造りをするためのコツはありますか スペースを節約するために、服を折りたたむ代わりに丸めてください。それは素晴らしいアイディアだ。トイレタリーはいかがですかトラベルサイズの容器を使用するか、製品を小さなボトルに移してください。それを心に留めておくよ。靴の梱包について何かアドバイスはありますか 靴をビニール袋に入れて、衣類を汚れから守り、分けて保管してください。それ割にかなっています。電子機器はどうもつれないように、充電器とケーブルは別のポーチに入れてください。そうするよ。他に何か提案は 組み合わせたり合わせたりできる多用途の衣類を梱包してください。それは賢いヒントです。最後に、どうすればラゲッジスペースを最大限に活用できますか靴下や小物で隙間を埋めて、隅々まで活用してください。素晴らしいアドバイスです、アンナ。これらのヒントを次の旅行に活かします。ありがとうございます。 レッスン85メニューと注文方法アンナもちろんメニューと注文方法を提供しますありがとうジョン用意されている料理をリストしていただけますか確かにアなぜんメインコースデザートなどさまざまなオプションを用意しています。 それは楽しそうですね。また、特別な食事オプションについても教えてください。はい、ベジタリアン、ビーガン、グルテンフリーの選択肢をお客様に提供しています。それは知っておくと素晴らしいことです。注文方法を教えてください。当社のウェブサイトからオンラインで注文するか、指定された電話番号に電話することができます。 素晴らしい。最低注文要件はありますかいいえ、最低注文要件はありません。好きなだけ注文することも、少なく注文することもできます。パーフェクト。そして、支払いオプションはどうですかお支払いには、現金と主要なクレジットカードの両方をご利用いただけます。それは便利です。 ジョンさん、メニューと注文方法を教えてくださってありがとうございます。レッスン86心地よい快適さアンナ、座り心地の良い椅子と丸々ための柔らかい毛布が欲しい。それはリラックスするのに最適な方法のように思えます。どこで見つけるつもりなの家具店やオンライン小売店をチェックしてみます。 素晴らしいアイデアです。決定する前に、価格を比較してレビューを読むことができます。はい、快適さとサポートの両方を提供する椅子を見つけることが重要です。そして、暖かく居心地の良い毛布を選ぶことを忘れないでください。絶対に、家に居心地の良いコーナーを作るのを楽しみにしています。 レッスン87配信時間枠アンナ、新しい本をオンラインで注文しました。いつ届くか知っていますか店舗やお住まいの地域にもよりますが、通常1から2日かかります。あっという間です。それを受け取って読み始めるのが楽しみです。 特に何かを待ち望んでいるときは、荷物を受け取るのはいつでもいいことです。確かに、オンラインショッピングの便利さと迅速な配達に感謝します。確かに私たちの生活はより簡単で効率的になりました。レッスン88古代遺跡の探検アンナ ギリシャ旅行中に古代遺跡を探索してみてはいかがですか。歴史と文化の愛好家にはぴったりです。それは魅力的なアイデアのようですね。ギリシャはその豊かな歴史的遺産で知られています。アテネのアクロポリスや古代都市デルファイなどの象徴的な場所を訪れることができます。 古代文明の名残の中を歩くのは信じられないでしょう彼らの建築神話、生活様式について学ぶ機会がありますギリシャの歴史に浸りその文化財を体験できることにワクワクしていますレレッスン89興味をそそるフーーバーアンナ ひき肉とスパイスを使った料理のレシピを見つけました。それは興味をそそられるね。面白そうですね。他にどんな材料が必要ですかレシピでは、玉ねぎ、にんにく、ハーブのブレンドも必要です。風味豊かな組み合わせのようですね。調理方法はありますか はい、玉ねぎとニンニクを炒め、肉とスパイスを加え、一緒に煮ます。きっと美味しくて香り高い一品になると思います。やってみよう。レッスン90、鉄道駅への近さ。アンナ、近くに駅はありますかここからどれくらい離れているのか気になります。 はい、近くに駅があります。徒歩圏内、ほんの数ブロック先です。それは便利です。通勤や旅行がずっと楽になります。絶対に。公共交通機関に簡単にアクセスでき、日常の移動や他のエリアの探索にも便利です。 近くに交通手段があるのはありがたいです。それは立地の利便性を高めます。